こんにちは、速稼塾の久保です。花涼さんが言われたように、瞑想ってのは皆さんそれぞれの解釈があるんだなっていうふうにね、そう思われる方もいるでしょうけども、そうなると瞑想にはならないんですよね、残念ながらね。やっぱ最近はね、どんなことでも人それぞれみたいな言葉がばっこしてますし、個性だよとかね、自由だからいいじゃないかみたいになっちゃうんですけども、無に向かうってことは道は一筋なんですよね。それはお坊さんが修行するときに人それぞれなんてやってないわけなんですよ。みんな同じ格好、みんな同じ生活スタイル、みんな同じように、それこそね、太鼓の音、歩く速度、食べて食べ終わるまでのその感覚、そういったものが一致する。つまり自分個性じゃなくて、自分我がを捨ててですね、私を捨てて、私を捨てて、公っていうんですかね、みんなと同じになっていく。それが個が全体であり、全体が個でありの完成なんですよ。で、そこに向かうための、まずは自分を無にしていく作業が瞑想ですから、やっぱりね、瞑想をね、まあ私もその瞑想をしきれたわけではないですけども、私たち瞑想の素人が勝手なこと言うもんじゃないなと思いますよね。で、これ瞑想っていうのは教わらないとできないですね。一子相伝ではないんですけども、伝承の技なんですよ。まあ、瞑想を思いついた方がそれを広めていって、その瞑想が扱いきれる人がさらに次の世代に伝えていってってことですけども、多くの方は世俗にまみれていって、瞑想しようと思っても、例えばね、家で瞑想してるじゃないですか、ピンポーンって誰か人が来るんですよ。でも中断じゃないですか。瞑想してると LINE のメッセージがピコーンと入るじゃないですか。これ中断ですよね。で、そんなことがなくても、もしかしたら連絡が入ってるんじゃないかなって気になりだして、これも瞑想にならないわけですよね。だから昔の人が山寺にこもって瞑想するっていうのは、何にも邪魔がないし、そのうちに雨が降ったり風が吹いたりするのも、それはね、幻想だと思えるようになるわけなんですよ。それこそ風が吹いてない時に風を感じたりとかね、寒い冬に暖かさを感じたりとか、そういう混濁の意識を通り抜けて無に向かっていくんですよね。暑かろうが寒かろうが、千日奉行ってのありますけども、あそこでもう向かうのは無なんですよね。その無になる感覚っていうのは、私たちにはとてもつかめないですけども、あえて現代風に言うんだったらね、例えば YouTube のアップロード動画を1万本やってみると、まあ何かが見えてくるんじゃないかなとか、1000本やって、あ、なるほど、使い方が分かったぞっていうレベルだと思うんですよ。それがまあ1000をやって初日となし、1万をやって極めんとすなのかなと思います。ただ最近のテクノロジーと比べると、私はこれをね、かける10しないといけないかなと。要するに YouTube だったら1万やって初日ですね、10万やってやっと分かったかなっていうところかなと思うんですよね。まあ今のテクノロジーに重ねてしまうと、またね、自分勝手な解釈になりますんで、これは私の妄想とさせていただいてね、瞑想っていうのはいろんな方法があるわけじゃなくて、一つの道しかないと。その道を外れて、いや、自分のやり方だよって言ったら、そもそもそれは瞑想ではなくなってくるってことなんでしょうね。そう、昔からね、瞑想ってのは同じやり方で同じようにできる人だけが伝承してきた技なんですよね。私たちがその気になって瞑想だとかいうのは、もしかしたらものすごくね、無礼な話かもしれませんね。まあですね、私も瞑想の真似事ぐらいは思うことがありますけども、こうだよ、ああだよって人にね、偉そうに言うことはないなと思ってますね、私はね。まあ確かに瞑想は教わるものではありますけども、教える立場にはないっていうことですかね。まあそういう感じでちょっと勘弁してください。この辺りにしときましょうか。まあ何にしてもね、いろんな方法を認めたら瞑想ではないっていうのは、スタートラインにありましたね、瞑想の。だから自分なりの方法でって言い出したら、お前はね、まだ言われたことも守れないのに、何が自分なりの方法だみたいなね、そんなお叱りが和尚さんからあるみたいですけどね。それは頭丸めて座禅を組んでっていうところからスタートして、極めたら自らの方法を探し求めるのもいいでしょうね。まあそんなとこじゃないですかね。周波の周って感じです。まだ周波の理には、何がお前は自分なりのやり方、周波の周もできてないのに周波の理かみたいなね、偉そうになっちゃいますよね。いやー、自己否定論また出さないとね。いってらっしゃい。